はい、こんにちは、ともです。今日はですね、イズンシーラブリーをやってみましょう。で、この曲はスティービー・ワンダーの有名な曲で、僕もですね、ライブでよくやるんですけども、リズムがですね、シャッフルでちょっと難しいんですね。で、コードの流れをまずゆっくりやってみましょう。まず例えば C シャープマイナー7ですね。で、次に F シャープ13。だからルートフラット7、サード13。で、次僕はこのように A がトライアドで B がベースね。で、メジャー7とかメジャー9で、これをもう一回繰り返して、たまにこの1の指ですね、この指を下げたりもします。ですからこのフラット7 9サスポ11のサード、で、これでたまにこのメジャー7ですね、ルート、サード、フィフス、メジャー7で親指で弾いたり、このコードですね、1の指で5弦をミュートして7サードシンプル。単純にもうこうやって初めは、もう G シャープ7弾いちゃっていいと思うんですよ。ここでペンタトニックなんですけども、横に流れる方はパッパッパッ。僕はちょっとジャズっぽいアプローチをするので、このように G シャープ7のフラット13とか、たまに25入れたり、この辺なくても僕はやっぱりジャズっぽく考えてしまいますね。マイナー9でもいいし、たまにこういうコードですね、小指でメジャー7ですけども、B のトライとか、たまにこうやって A、 この場合ね、あのこうつなぎのコードみたいに A フラ B フラットですね、13で。で、僕は譜面上G シャープ7のフラット13とか好きなんですね。だからここまたインスタグラムにアップしますので、これをインスタグラムの、プロファイルのレッスンのところに今日アップしますから、また見ておいてくださいね。この間ですね、僕のバークリーのオフィスの生オフィスに働いて、まあ生徒さんですね、に日本語好きな人いるんで、僕のビデオがなんてのって言ったおかげで、なんかみんなこうなんてのがこう、相乗効果というか、あれでかなりいろんな人にこうシェアをしたみたいですね。面白い、この人面白い、なんてのなんてのって言うから、3秒ごとになんてのっていう、そのアメリカ人も見たら本当になんてのってすごい出てくるなって言われましたけどね。まあ、こんな感じでまずコードやると。で、次にリズムが、だからリズムがトリプレットがあるので、途中であれですね、こう繰り返す、
ソロのアイデアなんですけども、まずはメロディーが、この辺はですね、やっぱこう自分で撮ってみるのがいいですね。でこういうふうにほらこうペンタトニックでこう縦に行かないでなるべく横に行くようにするのもいいと思う。ただこのペンタトニックもねこの曲のサウンドなん で次にトライアドでやる場合にやっぱり C シャープマイナーが、ね、F シャープ A E下がるとか、でここでですからここで A メジャー7のアルペジオ弾けるんで一応ね。だからだいたい指使いは5つぐらい用意しておくといいじゃん。でで次に C シャープマイナーの時にこのマイナーサード上のメジャーセブンのアルペジオ弾けるんですね。それとやっぱりこうブルージの最後のところで、ね、B A
これがジェームス・バレンタインモデルシグネチャーで、とってもあのブルースファンクですね、やるのにとてもいいですね。やっぱりハンバッキングなんで、今ハンバッキングと言いつつ今シングルでやってたんですけども、気がついたら、とても抜けのいい、ギターです。それでは皆さん、イズンシーラブリーを楽しんでやってみましょう。はい。